せーの。What's up, amazing people? This is Yasasa Radio by Akane Minami. In this radio, we're going to talk about random topics in Okinawan Japanese and English. はいたーい。はいたい。グスーヨーチューガナビラ。Yasasa Radio の Akane to Minami やいびん。うぬレイディオでグスーヨーン会。イエイゴとうちなぐちさんにいっぺうむさる話。続けやんでち、うむといびん。はい、じゃあ。ペンブサル話やし、一緒の話。こういう紹介だわけよ。ああ、失礼しました。勝地が作ったから、うん、毎回これ。ああ、そうね。始まるときはね。失礼しました。だから今日は6月22日で、慰霊の日の前だから。慰霊の日スペシャルでゲストをお呼びしてます。はい、やすこばあちゃんです。こんにちは。こんにちは。やすこばあちゃんは南犬、おじ犬、妹、やいびん。はい。合ってる？はい、そうです。やすこおばあちゃんめっちゃおしゃれで可愛いおばあちゃんですね。綺麗にしてる。だからさ、今年でいくつ？もう88歳と6ヶ月なってます。88歳と6ヶ月、うん、長生きしてるさ、うん、ありがとう。元気で。今孫とかひ孫何人いるんですか？7名に孫7名に、うん、ひ孫2人かな。じゃあ7名すごいね。いっぱいいるね。いっぱいだ。今がじゃあ88歳で、この戦争が始まった時、うん、やすこばあちゃんはいくつだった？もう9歳に上がる頃。じゃあもう子供なんだ。うん、服なんかね、タンスに入れて準備している時だったの。何の準備？学校に上がる。はいはい。あ、まだ学校始まってないの？もう1年から上がる時の準備で、うん、9歳そう、まあ、あの時はもう戦争こっち来ているよ、うんうん、この時も与那原に住んでたんですか？そう、いたらしき、ずっとじゃあここにいるんですね。そうすごいね、うん、なんかでもその学校準備して今からアメリカ軍が来るとか分かる？子供だったけど分かったの、うん、アメリカ軍よりは友軍の兵隊さんがみんないたらしきはね、親戚のお家はみんな友軍の兵隊さんがみんな入っていた。友軍入っていた。友軍って何ね？日本の兵隊さん。あ、はいはい、はいはいはい、うん、が入、全部入って、はい、あの時はもうばあちゃんは、うん、親戚にいる兵隊さんなんかにおんぶされてね、うん、遊んだ覚えもあるし、はいはい、またうちに兵隊さんが入っているさ、兵隊さんともう自衛隊もそういう内地の人名前いっぱいいたからもうよく覚えてないけど、藤井さんだったかな、よく覚えてないけど、この方うちの親父がね、取り潰してこの首持ってね、うん、この方追っかけてお家の周り追っかけて遊んだ覚えなんかもあるわけよ。へー、そういう遊び、うん、取り潰して回す遊び、遊びがあって、うんうん、もうこっちも弾がボンボン来て、はいはい、うちの新里の今の屋敷、うん、向こうにパラ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 ピューンパラ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 してもう落ちて、役場からうち3名家族はもういるでしょう。もうみんな避難していないわけよ。うん、うちは親父がもう意地が強いもんだから、うん、最後の最後までお家いたわけ。お家で残るっていう、うん、して残るあれ
どこに避難してたの？して3名あの役場から赤い札が来て、はい、早く逃げなさいってなったわけ、はいはいはい、でそのままあの3名とも荷物準備してこっちから逃げていく時にはもう与那原今のあの交差点があるでしょ、うん、向こうなんかの下はもうみんな焼けていたよ逃げていく時は、怖いね。だからばあちゃんは小さいし与那原あそこら辺まではね早くあの自分は弟っかだからねうちなんか田舎呼んでる、うん、早く早くして先なってやっていたんだけど与那原あたりまでは分かりよった。もうあれからはもうそんなに歩けなくなっていたけどこっちからして出たのがね東海岸、うん、で出て行って今のあの三重があるでしょ、はいはい、あっちは製糖工場だった、あっちもみんな焼けていたよ自分なんかが行くときは、うん、そういうわけさもう、うん、してあっちからあの東海岸に出て昼はあの向こうのアダニあんた方知っているアダニバーってアダニあのぐちぐち、うんうん、あのトゲがあるの、うん、アダンあれとあのグシチャのススキススキ、はい、うんあれの入ってるのも今だからこっち海岸はきれいになってる、うん、昔はもうみんなそう言ったところさね葉っぱが生えてからガサガサしてるみたいなね。そうそうそうして向こうの中に入ってね昼は家族3名毛布かぶって過ごして夜は歩いてこんなこんなしてどこまでそうしたかわからんもう あの時からは、うん、してやんばるまで着いたよすごい、ね、その途中で夜なばるからやんばるまで歩いたわけね、うん、本当すごいねこれこの間さ食べ物とかどんなしてたんですか、うん、あの移動してる時は、うん、食べ物とかどんなしてやってたんですか。私は食べ物もそんなに食べた覚えもないような気がする。そうなんだ、うん、して途中で馬車見てね、はい、母親がさこの子だけは乗せてくれないって言ったらしい、うん、だけど乗せなかった、うん、でこんなして向こうの金の号まで着いたのは分からん覚えはない。ただ母親にねこう脇にこう歩けなくなったら支えられて、はいはい、引っ張られて、うん、もうこんなして行ったはず、うん、それは少しは覚えている、はいはい、いやもう郷行くまではもう足もこんなに腫れていたらしい。そうだよね、うん、そんなばあちゃんたちは先に入ってるさ郷に、あ金の郷に金の郷にだから自分の足にねあれ軟膏つけてあげたよって言ってた。そうなんだ。やすこばあちゃん一番下だから、うん、みんなの方がテイクケアしてるんだね。そうこの金のさ号に集合しましょうみたいな話だったってこと、まあ、分からんよこれも親がしか分からん。あーそうなんだ、うん、だから自分も不思議みんな親戚なんかあっちに入ってるし、はいはいはい、じゃあ、まあ、そんな話どこから言われたのか国から言われたの町から言われたのかそれは私には分からん、はいはい、子供だから。そうだ、誰かが行ってそれを聞いて、うん、知り合いにあっち行こうって言って、うん、同じ場所に集まれたのかもしれんな。そうだ、ね、からんなんか行き別れみたいな人たちとかもいるさ、だから郷で集合みたいな感じなんだぜ。そのさ家にいた遊軍の斉藤さん言ってたさ今何さ斉藤さん、まあ、何人さんか分からんけどおじいさんかもう泣いちゃう自衛隊とあれして日本兵、うん、その人たちは一緒に一時期一緒に暮らしてたってこと。もう別さ家にいる、うん、お家にはいるけど自分なんかは中座、うん、このさ上じゃない
日本兵の人はさ、お家に来るさ、はい、お家に来るって言ってたさ、日本兵の人が、うん、この人たちは何をしに来てるの？見回りとか？わからん、ただ来てるみたいな。来て戦争特攻隊に行くのか、うんうん、どこに行くかはわからない、はいはい、ただ兵隊さんが入ってきて、こっちとも全然別よ、うんうん、入ってきてどこで食事してるのか、あの親戚のお家はあの炊事もしていたけど、どこで炊あのあれしているかわからん、うん、ただ最後はもうお家で準備してさ、日本刀持って帽子かぶって、多分ねあの方だったらこう線が入って星が入ってるの、これは覚えている。そうなんだ。ちょっと阿賀や、うん、五丁以上じゃなかったかなと思うさ、はいはい、日本刀って出たとか、ね、銃じゃないの、あの時、うん、ないとか、銃もあるけど日本刀も使うみたいな感じじゃない。でも多分遊軍の人いたらしきにもいっぱい立ってたけど、うん、この住んでる人にさ、うん、わざわざ何のために来ましたって言わんくてもいいのかもね、戦争だからね。あ、戦争だからもう、もうそんな場合じゃないよね。そんなのは全然わからないんだよね、うんうん、もうただ兵隊さんがいるねっていうしかわからん。もうあの時はもう夜も真っ暗闇でね、うん、お二方も兵隊さんがいてさ、あのばあちゃんたちのところはじゃあ石で、あの入り口はあの石でこう入り口作られていたわけよ、うんうん、下地に座って二人ね、寂しかったんでしょうね。海浮かばの歌があるでしょ、海浮かばこうさむずかばにして、この歌をねあの歌っていたよ。へえ、そうなんだ。あのこんな歌を歌ってね、はいはい、寂しそうにしてた。うーん、こっちはいたらしきはあれだよ、あのここの何学校の隣、あっちから魚雷が海にあれしたような話もあるよ。そうなんだ。ボーンと、交代。さっきあの金の号の話してたじゃないですか、うん、その後はどんななったんですか？その後はね、うん、あの金の号に入っていくでしょ、はい、もう下はさもう熱でね、うん、大変だったよ。あちこちしていたよ。そうなんだ、うん、して暑いってことね、はい、もう人の熱で、はいはい、人がいっぱいいるんだね、うん、してこないして水溜まっているところから上にこう玉泉洞、はいはい、あっち行って見ている、うんうん、あっちみたいに下は水が流れてこう、うん、土手になってこのこういったところにみんな人はたまるわけ、ね、いるわけよ。避難しているわけ、はいはい、であっちでももうご飯も何もわからない、覚えてないあの時も、うんうん、あれからもう一つずつ忘れるんだけど、豪雨から出てまたやっぱりもう戦争は負けたよっていうあれがあったのか何かは分からんけど、うん、もう親も一緒に親戚一緒にあの豪雨から出て、うん、出ていくときは怖かったよ。怖いね、うん、もう殺されないかねと思うさね、うんうん、だから山道の中を通っていったらもう戦車の音がねもういっぱい戦線音がするわけよ、はいはい、したらもうこの中からもうこのあの人がもう全部なんてあの韓国のあの事故があったでしょ、あの 人混みで、うん、はいはい、ああいう風なあれ状態でね、うん、もう何か音がしたらあれ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 してからにね、もう人がこんなに揺れるくらいだったよ。へー、母から離れないであれしていたけど、はいはい、あんなしてすごいね。お家にもう帰るってね、山道を降りてきて明るくなっ
て、したらもうアメリカさんが銃持ってこの向かってるわけよ、怖い、道、二人こんなして、あの時のアメリカさんはね、あの赤い色が変な赤い色の人がいるでしょ、肌、髪、髪、赤毛、髪が赤い、うん、普通のアメリカさんと髪が違うような感じだったよ。そう、染めてるってこと？いや染めてもないはずよ、戦争だのに。地毛が赤いってことね。うん、今でも分かる、分かるよ。あ、あのこういう人だったか、だったけどねっていう、見たら分かる。赤毛っぽい人がいたんだ。そう、オレンジ系、うんうんうん、いるね。だから今のアメリカさんと違うような感じがしたけど、こう向いてるわけよ、うんうん、したら道のそば見たらね、夜じゃなくて夜明けで来てるさ、あの時だけ死んだ人見た。あ、そうなんだ、うん、最後に出て行った時、うん、右、もうあの鳥肌が立つ、うん、右側にはね兵隊さんが制服何かつけたような兵隊さんみたいな人が倒れて死んでる。こっち側にはじいちゃんが死ん、じいちゃんと親子連れが あのお母さんの上に子供がこうあれして死んで、うん、もうばあちゃんたちがね怖いの見たのはこれだけ、うん、戦争でとってもいいところに行ってしているからね、そんなに苦労はしなかった。はいはい、じゃあ南部に行っている人はもう生きるか死ぬか、はいはい、いとこさんなんかはもう人の倒れているところを歩いてお家に帰って生きて帰ってきたよって いとこは話していた。うちなんかが先輩の、自分なんかはやんばるに行ったから生きられたわけよ。うん、そうなんだ。じゃあもう上行くか下行くかで全然違かったわけね、うん、してからね、あれはあの合わせの東原で歩いて、東原っていうところだったかはずよ、うん、向こうであのよそ様のお家に入って、うん、してこっちからお家帰ったんだけど、あの時も大変なことみたいよ、うん、なんか子供ながらにね、友軍の飛行機が、友軍、日本の飛行機がさ、日の丸の形している飛行機が、うん、ボーって飛んできたわけよ、はい、2機、うん、したらね、1機はもう合わせのあの向こうにあれアメリカさんの船でしょ、ボンと突っ込んで、飛行機が日本の飛行機が、はい、このもう日本のマーク一気はブワーって行ったけど、あの音ではね、落とされたのか海に落ちたのかだあの話したら涙が出る。もうと来たからもうすぐとこうよ、昼だからもうよく見える、ね、あの見えるところだからさ、うちなんかももう海のそばにしかお家、よそ様のお家に入っていたから、うんうんうん、こんなに、これだけばあちゃんたちが怖いな。合わせの上の今のね、あのゴルフ場から今大きいお店イオンね、ライカム、ライカム、イオン、うん、あそこら辺は米軍基地でしょ、うん、昔はもうカッターカッターでしょ、アメリカさんは箱がボンボンボンボ ボンなりよったよ。あっちはお祝いしてるってこと、うん、買ったぞって、買った買った箱ボン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 、これだけはもう鮮明に覚えてでもなんか終わ戦争も終わったぞって感じになってたんだみんな。そう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 、もう出る時から、そのじゃあ筋肉から出て一回もう出てきて、その次に覚えてるのはいくつの時だって、もうすぐは学校とか行けんさ、うん、その後与那原に戻ってきたわけ。そうそう、その後はもう与那原に戻って第一国民学校、う
自分なんか王座と、はいはいはい、王座と、あの時も大変だったわ。ちょうどもう外国さ、うん、もう何もない、ボタ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 の小屋で、もう小学校の時はすぐあの与那原から砂運びとかね、木材運びとか、あんなことしていたよ。じゃあもう勉強じゃなくて学校を作り直すみたいな作業が多いわけね、うん、子供にやらすんだね。小学校はもう第一国民学校って今あのあっちにある今きれいな学校になってるよ、うん、ミネイっていう部落のやつ、うん、向こうで小学校あれして、でそれで合併になって与那原と合併になって、ね、与那原中学校に、うんうん、小学校でもこっちからあの、与那原の役所を越えて案内して歩いて行きよったよ。山登りみたいな、山登りあの時は大変だ。自分なんかの時は今みんな学校あのお家が建ってるさ、はいはい、の山越えてこうしてきよったな。そうなんだ。でそのお家では畑あじゃあ学校行った後は学校でも働かされるわけでしょ、木材運んだりして、してまた戻ってきても働くして、あのうんたまむいじゃない、一番高いところは平良勝名のあの山だったわけよ、うん、あっちでね、ススキ、ススキの枯れたのをいちいち折って、これを束にしてお家持ってきて貯めてあれするのが自分なんかだったわけさ。その時はご飯とかはある？芋芋出た、芋おばあも言ってたね、芋だって、あの芋掘りしてたあれしてさ、うん、炊いて芋だけ、なんかあのなんかお汁物もあるわけ、は味噌汁とかもない、芋だけ。いや味噌汁なんかあるさ、ある、汁なんかはあるだけど、あのもうご飯の話はしたくないわ。オイルこっち あの言ってたね、お油、外人のあアメリカ産の船がロック船というのは沈んで、海に本当に沈んでちょっと出ているだけ、うん、ロック船という、もう一つ大きいセメント船、ロック船とセメント船、大きい船が上に上がっているのが、うん、2隻あって、でこっちからオイルなんか取ってきて、うん、それで揚げ物してたって言ってたね。そう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 。あ、じゃあ船のガソリンで揚げ物揚げた。あんまり石油の匂いがしないのね。はいはい。で食べた覚えはある。大変だったね。ばあちゃんももうあのマラリアかかってからもう死にそうになってさ、うん、もう天井もね、あ骸骨に見えてさ、うん、あのばあちゃんたちの那覇のばあちゃんと二人はなしくしく泣いてるの、うん、昔のあれって大変だわね。大変ですね。話したくないよ、うん、熱が出たらこっちから血を取るし。そうなんだ。ブーブーってからあのグラスに火つけてからポンとあれして膨らましてからこっち、うん、カミソリで、うん、なんで血取るの？マラリア？自分熱出たり、はい、何したりして血を抜くという治療？治療、まあ、ちょっと分からんけど、まあ、病気にも治ってもすぐ治らんし、食べ物もないし、昔はね血こんなしてブーブーしてからね、あの火つけてこれくっつけてうーんおいじなんかがしよったよ。うーん、病院行った覚えはない。
うんね、自分たちでやるんだ。うん、すごいね。自分たちでだよね。父さんで、あんたの父さんでもこっちやられたし。うん、本当にすごいね。じゃ結構長い間もう病院行けなかったんだ。戦争終わってから、うん、赤ちゃん生まれて20〜30年もね。うん、そう赤ちゃん生まれてもあの出産もお家でやるってこと？はい。出産もお家でやるんだよね。あの時どうだったかね。もう自分が覚えているのはそうだね。あの時まではすごいね。先輩なんかはこれじゃあもう生活が始まって、うん、アメリカ軍との関わりとかもあったんですか？うん、もう学校卒業して最初にね来た頼りがさ終戦後、うん、ハワイから来て最初ね、その方が塚山さんって、うんうん、うちの親父の兄弟おじさんがハワイであるわけよ、うん、元気かなってあのハワイから声持ってきたのが塚山さんっていう方だったけど、この塚山さんは多分兵隊さんじゃなかったかな。あんなに早くすぐあのお家に来て終戦すぐいらっしゃっていたよ。へえ、そうなんだ、うん、元気かなして高校であのハワイからのあれおじさんからのあれ持ってきてあった、うん、塚山さんが第一。塚山さんは親戚でしょ？親戚でもない何でもないけど、ああハワイのおじさんのあれでこのあのこっちポールチレンのおじいちゃんがうちのお父さんと兄弟だから元気かなって、うん、はいはい。塚山さんは日本アメリカの兵隊さんじゃなかったかな。2000、じゃあ日系のアメリカ人ハワイ人の人で、うん、アメリカ兵だったってことね。うん、かもしれん。だから、うん、シベリアンでいらっしゃったのか何か、うん、あのもうあの時だったらすぐだからね、はいはい、終戦後すぐ。じゃあおばあちゃんの親戚は、まあ、戦争始まる前に移住してる人がいるってことね。ハワイとかいろんな国、もう戦前のね、はいはいはい、ハワイブラジル、うん、最初ねうちの親父がハワイ行ったらしい、うん、そうなんだ。そしたらうちの親父が帰ってきたらまたあの次男があんたは行ってるから私行かしなさいって、うん、行ってるわけさ、うん、こんなして交代して行ったのがもうおじさんはもう帰ってこないわけ。なるほどね。でその後に軍で働いてたってさっき言ってたさ、うん、学校それは日本軍日本アメリカ軍の、うん、学校卒業しても学校高校もどこも行かん、もう芋掘りばっかりしているからもう軍作業がねお金とあのもらえるからってもう学校も高校も行かんで あっちがいいしてからねすぐ軍に行ってあの何軍に行ったところがあの MP 隊とかさ将校のお家行ってあのメイドみたい、あの時はもうメイドが、うん、もう一番いい仕事みんなあれでで将校のところ行ってで MP 隊でまた靴磨きしてピカピカピカして、うんうん、靴磨き上手はいいさピカピカピカしてピカピカ芋掘りよりは楽しいはずね学校も行くか物なしだからさ脳なしでもあれだね仕事はいいところに行ったね、うん、すごいね。今のあの茶谷にある EM エニショ、あ EM ホテル EM クラブね、はいはい、あの茶谷の米軍のこっちの中ね、うん、あっちにもいた、そうなんだ。
あっちのマネージャー厳しかったよ、沖縄の人だったけど。そうなんだね。すぐパーティーがある時なんかね、うん、すぐあの綺麗に線引いてさせるわけよ。うん、だからあっちのマネージャーはね、厳しくされたらどこでも育つっておっしゃってて、うん、やっぱりその通りだよ。あっちから今度はこのハーバービュー、うん、今あのハーバービューホテルがあるさ、うん、那覇の、あっちはねシベリアンオープンメスだったわけよ。へえ、そうなんだ。軍人軍属、うん、シベリアンね、メスってメスホール、軍人軍属が、あれまたあのフォートバクナークラブはあれはアメリカの将校、はい、が入る、あのお食事したりなんか、なんかハーバービューはシベリアンだから、アメリカ民生館とかお客さんなんか来て、自分はあっちの民生館室あの持たされたことがあるよ、昼のサービス。すごいね、うん、ワーナーさんとマキューさんって、ワーナーさんの次はマキューさん民生館だった、このお二人はあの受け持ったことがある。だからあのハーバービューなんかパーティーがある時なんかね、この方もいらしていたよ。そうなんだ。なんか今はあれだね、中部が多いけど南部も。キャルワイさん、キャルワイ、キャルワイ、キャルワイ、強盗でもかもサービスしたことがある。こっちは民生館、あのシベリアンだからさ、シベリアンだから、シベリアンと軍とあのパーティーがあるときにはいらっしゃりよったわけよ、はい、うん、のこれが。そうなんだ。やるわ、行こうとでも感じて。これ英語で喋ってたの、おばあちゃん。偉い人にはね、もう通訳のなしだから英語わからんけどさ、偉い人にはね何もあんまり喋らない、喋られない。あ、またあの一般兵、うん、うちと働いてる時に一般兵には何の感のしてあのよく喋っていたわけよね。あの人は英語は達者になってたよ。偉い人にはあれよ、この方サービスする時はもうハワイのこと聞こうかなあと、後ろにはねあの補佐官がついてるさ、うん、2世だったよ。でもうこっちまで言おうかなと思った、こんなして写真来てますよって言おうかなと思ったけど、写真持ってないでしょ、うん、それは言えなかった。そうだったんだ、まあ、でも偉い人たちだからそんな簡単に話しかけられないいいって感じの空気だったね。自分の友達はキャルワイだったかね、誰だったかな、サービスすると右から出すのと左から出すのと間違ってからね、降ろされたのに。はあ、厳しい、怖い、怖いね。このさ、こういうお仕事ってどうやって探してたんですか、その時。私は、うん、あの親戚がっちにいた。ああ、紹介制、はい、マネージャーがミスタウトってあのとっても可愛がられていたわけよ。あっちあのクラブからハーバービューに移って、はいはい、してイエスかノーかぐらいで OK になったわけさ。へえ、そうなんだ。うちのあのあんたのばあちゃんの兄弟の子になるわ。もう、うんうん、あの人はあのだ、ちょっと。もう亡くなっていないけど、はいはい、紹介してもらって入った、うん、あっちが 軍はもう最後、うん、12年ぐらい、12年ぐらい、うん、してからにすぐまたあの運が良くてさ復帰なったから、すぐあの自衛隊に入った、うん、あ、うん、沖縄の本土復帰ってこと？そう、そのタイミングでアメリカ軍から自衛隊の仕事に入ったんだ、うん、おこの時も紹介する人がいたから、
自分の部落にしていって、自衛隊って厳しいさ、だから誰も誰もって紹介して受かって、あのもう軍の人もうきれいに並んでからにもう試験終わってこうして並んで前に行くと怖かったよ。そうなんだ、うん、調理師、うん、持ってなかったよ自分、うんうん、で調理師仕事している調理師取るか取らないかって、うん、取りますって行って頑張って仕事してから取ったわけさ。あ、取ったんだ、うんうん、じゃあそこではノーなしって言ってるけどいっぱい仕事してるさ、うん、運があるさ、うん、その面はね、ばあちゃんはよみんなが珍しがりだった。運がある人が一番いいさ。だからさ、うん、みんなね、これはあれだけどみんないいところから歩いてる、うん、こっちに入った時ももうあの紹介して入って、うん、入って受かったら警察から、うーん、調べに来よったよ。へえ、そうなんだ。与那原署から。なんで？自衛隊だからでしょ、確か。あ、危ないか何かがはこれを分からんけど、うーん、関わりがある人調べられたみたいな、うん、調べられて来て、スパイなんじゃないか、頑張ってくださいねって言った。あ、そうなんだ。じゃあ自衛隊ではご飯を作る人はやったんでしょ。そうそうそう、調理だからね。調理、それは何年ぐらいやったの？もうね、自衛隊は24年余りかな。すごい、うんうん、ですごいね。入ったのは後方支援隊、うーん、後方支援隊に所属してこっちから支援して校舎中隊ね、あれするの、うん、向こうに支援しに行ってるわけ。うーん、中隊は後方支援隊にいるわけ。あっちから支援でこっち、うんうん、でこっちで24年。すごいね。こっちでももうね、隊員さんにね助けられてさ、子供は小さいでしょ。でこっちから12キロ通ってあれしてるから、5時になったらね、名前忘れたけどさ、この子は顔は覚えてる。よなさん、子供が待ってるよ、早く帰りなさい、こっちは自分なんかがやるよって、うん、隊員さんにも助けられて、うん、優しいね、うん、もうみんなは怒っていやいやいやるけどね、こっちはみんな助けられたばっかりよ、うん、アメリカさんにはベイビーベイビーで可愛がられるし、うん、もう本当に助けられる、もう世界中の人にありがとうって言いたい、うん、みんなあっちが私は分かるはずだけど、私は一人でしょ、うん、もう中隊に私一人しか、女はみんなもう、うん、あのそばはあの隊員さんがやるわけよ、はいはい、私あとは二人、あとからは二人になっていたけど、その間は一人だから、うん、残りはもうほとんど隊員さんの下っ腹の人が調理やる、うん、じゃあ事務所にはこれがいて、女でそこにその仕事がもらえるっていうの自体珍しいってこと？そう、その自衛隊の仕事さ、うん、女の人が2人ぐらいしかいないって言ったさ今、うん、珍しい仕事、そんな仕事もらえるのが結構運がいいってことなのか。技官になっている、こっちは技官、一応兵隊として登録、兵隊さん、あ、はい、で、ま、ね、ほとんど兵隊さんが技官になっている。でも今子供って言ったけど、どのもうその時には子供がいた。いた。いつのタイミング？もう1年生。いつ結婚したの？おばあちゃん。うん？いつ結婚はどのタイミング？
もうあのハーバービューにいる。ハーバービューの時。あ、そうなんだ。復帰前ね。こっちは大学卒だからね。大学卒。そうなんだ。大学の、ま、何ね、大学祭、うんうん、入った時にダンスとか何とかあるでしょ。うんうん、で大学のイベントでやったわけね。おうちはすぐ私の前だったわけよ。はいはい。だからうちの母親から芋もらったり砂糖もらったり。家族で知り合いだったわけね。すぐ前だもんだからさ、わからんの、はい、いつの間にかこうなったかわからん自分でもいつの間にかじゃあ結婚もう一緒になって、あっちは貧しいし、うん、もういろいろ仕事あのしながら。昔は女の人も外に出て働くっていう人多かったですか、それとも家で何かやってる人の方が多いの？うん、あの時まではねあれだった、お家にいるお母さんが多い、うんうん、あ、そうなんだ。自分なんかやいやいしても、早く儲けようとして、米軍がいい米軍がいいしてさ言ってるわけさ。もう学校もあるかんでよ、みんな学校歩いてあれて、学校よりはもう米軍で働いた方がいいみたいな感じで、はいはい、行って、もう子供できてから約束はしたもんだからさ、うん、夜勤あの夜学校行ってからに調理しとって、こんなしてやってて、あんなにしてどんなに自分は動いたかねって、もう分からんよ、もう、もう無我夢中だから、うん、キャリアウーマンだったってことね。キャリアウーマンとかサバイバー、サバイバーでもいい紹介がいっぱいね、運が良かったのもあって、うん、あと必死にもう何でもできることをやらないといけないっていう感じだったのかな。だからどっちもね、みんなありがたい、うん、遊軍でも兵隊さん、日本の兵隊さんにも何もありされないで、安子ちゃん安子ちゃんして、あの蚊帳開けてからね、お菓子もらったりね、お菓子をもらったんだあのあれさ、あの非常養殖さ、うんうん、アメリカさんはシーレーションとかなんとかいう、あのクラッカーも入ってさ、あの星型の今でもあるはずよ、日本あのどこか売ってるところがあるはずよ、うん、星の方のね飴、そうなんだ、遅れたんだ、うん、なんかパーソナリティが操作する、あれで生きたんだはずよ、ね、マラリアかかって、うん、なあんた方には話せないくらいもう大変、マラリア、マラリアもあるし、終戦後はケジラメもいっぱいだし、学校では DDT 巻かれるし、ね、DDT 農薬薬があるんだ、シラミの薬、うん、またこっちからは白い虫が出るから、またあの怖いね、あれ飲まされるし、だからそれからしたら、あっちでヘルピンね、どこにいろいろな探して食べるでしょ、大変だし、そんなのあんまり食べなくてもあれだから、アフリカマイマイも食べたしね、アフリカマイマイ食べたらダメって習ったけど、食べても死なない、死んでないさあれは毒っていうさね、今は、うん、そう、あれ洗うのはね、酢入れたらね、キチ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 してね、ゴシゴシするのよ、うん、トロトロなくなる、はいはい、うん、して死ぬんだ、うん、アフリカマイマイ以外だったら何食べました、蛇とか言うねうん、うん、気になる、言っていいなら、気になる、ばあちゃん、ばあちゃんはね、うん、あの熱が出たらね、ミミズして飲まされたことがある。え、待って、
ってミミズ熱出たらミミズ飲む死んでるやつ分からん俺この親があれして言ったから分かるんだってそうなんでも飲めたんだ無理やり飲まされた、まあ、そうさだからこっちがムジュ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 覚えがありますチコチから血取られて水飲む血取られるよ小さい時はね前にさ砂糖抱っこさせてね、うん、これを見て、うん、後ろからカンカンカン血取る血取るのなんどういう治療なのかバイ菌検査の血を取るなのか悪い血を抜くのか昼みたいなそんな感じ熱が出るから血を取ればいいって思ってたんじゃないの熱を冷ますために熱出てからただじゃないよ、うん、熱出たら血するときはこうだったっていう、はい、食中毒みたいになってるから、うん、その時はそういう解決方法が、まあ、なんかあるんだろうなで、うん、血取られた痛いから砂糖を見とけっていうこれこれこっちだったら前にしてからね、うん、これ見て我慢するわけよ、うん、痛いの我慢するわけよこんなのがよくあったよ大変だねじゃあ病院行けるようになったのはいつぐらいからなの、もうね子供たちからじゃないの、うんうん、自分もう終戦終わってゆっくりして耳鼻科なんかも自分なんか行くには那覇に12キロ行って帰ってきてこんなしよったのそうなんだここら辺今だからはい耳鼻科内科いっぱいあるでしょ自分ちょうどハーバービューが60年だからねあっちで12年越してやってあれしてるからさ自分なんかまではもう12キロ行って耳鼻科行きよったんだ。うん、だ歩いて？車、うん、バス？あ、その時は車があった。うん、主人あれして鼻片方もうそんなに悪くはないけどね、もう早く手術した方がいい。もう通うのが大変って言ったからね鼻片こっちを手術してある。うん、あそうなんだしたらあんまり遠いもんだから手術してほったらかしていかなかったら先生にも相当叱られたあんたはね溝をね開けて掃除してないのと一緒だよってうん思うんでるそうなんだだから何でも手術した後は大事にしなさいうん、うんでもなんか昔の人さこういう芋とかいろんなの食べて大変な思いしてるけど長生きしてるさ確かにそれもすごいと思うもうあっちもこっちもボロボロではあるけど用心深いからねうんすぐ病院、うん、10年12キロあれな那覇今はもうあんた方は幸せにも幸せよそうだねうんすぐ車乗ってどこでも行けるしねそうそうそう病院もいっぱいあるしね何でもコンビニで売ってるし小さい時でも今はね今の子供たちは何もしないでしょ自分をもうザルのいっぱい思いの畑行って芋掘って、うん、ザルにねどんなして積んだらいっぱい積めるかねってね、うん、工夫して積んで持つときは自分一人でできよったよ本当にうーんよいしょって、うん、足に置いてね、うんうん、でよいしょって頭にのしよううーん芋、うん、あもう芋しかあれ冬なんかもう豆腐作りもさせられたうーん何でも親の言うことは何で も, もう何人兄弟だったんですかうちは戦死した兄さんと次男、三男、ブラジル、私5人そうなんだだからね戦死も戦争もね兄さんは戦死だけど
私はまたアメリカさんにも助けられるし、うん、兄さんの場合はもう母親はね遺族年金が来るときは、うん、これと変えられたんかなってしく、うん、泣いていたのも、そうだね、この降りるたんびにそういう泣き殻が来ない、うん、泣き殻がね来ないっていうことはねとっても苦しいよ、うん、とってもだから津波で亡くなって来ない人なんか相当つらいはずよ、うんうん、会えないもんね、うんうん、泣き殻が来ないと、うん、もう戦争している人ほとんどでしょ、うん、泣き殻が帰ってこないでしょ、うん、だから年金がこう来るときはいつも泣いていたよ、うん、もうずっとうちの母親はもうそっあっちでヤンバル行くときもしくしく泣いたし、ヤンバルから帰ってくるときもおうち寝ているときこっちは小さいさ、うん、だから腕枕してこう寝とったらもうしくしく泣くあれが聞こえるわけよ夜中、はい、で自分もおっかあのときおっかだからね、おっ泣くなきゃ泣くなきゃして自分も一緒に泣いた覚えがある、うん、自分も一緒に泣いて自分もしくしく泣いた、うん、母親は泣かないで自分もう泣かないから早く寝なさいと、うん、これだけを本当もう覚えて今でももうたまらん、うんうん、そうだね、こんなにして普通に、うん、母親相当苦しんでいるよ、うん、兄さんが亡くなるしまたブラジルでしょ、うん、してまた次男三男は内地でしょ、うん、長崎とまたあっち疎開、はいはい、三男は宮崎に疎開してるからね、うん、来る時まではもう相当苦しかったはずよ。お父さんはいらっしゃったんですか？はい、お父さんは、うん、もう73歳までは元気だったけど。あ、そうなんだ。失敗、あれの失敗。手術？手術。胆石は簡単したものの。失敗して肝臓から出血させてしまったわけ。あ、そうなんだ。那覇で医療ミス、うん、だからもう今の病院とは違うからね、もうすぐカーテンしてからね、あっちに 2,3 日置かれてね、こっちはもう閉じもしないわけよ、うん、閉じない、うん、出血するもんだから、プーカープーカーしてもう出血するもんだからさ、して2日目ぐらいに塗ってるよ。は？は？そのすぐ手術、今だったら手術したでもう綺麗でしょ、うん、自分手術室からすぐ道廊下みたいなところにカーテンみたいなところに置かれて、カーテン側だけだからさ、そうなんだ、ちゃんと消毒されてないんだ。閉じてしたのがお家帰ってきて、これから悪くなって化膿して、あ、そうなんだ、こんなになっていってしたらもう中がすぐ血が注射器でボン、うん、して取って化膿しているして、あ、大変だった、失敗よ、え、その時だったら珍しくないの、そういう失敗は、うん、もうありえない感じなの、もうあの時は何とも言えないさ、もう、うん、もう失敗 したのか何なのか、あっちにこっちに今みたいにね、うん、できないやん、うん、病院も少ないし、でも75歳までは生きたわけね、うん、弟はね73歳73か、だからね、
親は大事にしなさいよ、うん、そうですね、うん、私はハーバービューで働いてるし、うん、もうお父さんがこうだって、ね、呼ばれて、うん、親父が、ね、もうおかゆこうあげるときなんかね、うん、親子のお別れっていうのはこうだよって親父は言った、うん、お別れもう亡くなりそうに、うん、仕事場から帰ってきておかゆ口にこうあれして入れたら、うん、親子のお別れはこうだよってそれはもう親父は言った、うん、そうなんだ、うん、親は大事にしなさい、うん、はい、死に波乱万丈そうすることはないやったってあれされるあのやったらあれだけどやってないと悔やむわ、うんうん、そうですねいつどうなるかわからないもんね、うん、親が、うん、でも安子ばあちゃんももう8、もう90近くなってから長生きさ、うん、だからね性格がいいのかなだからねばあちゃんはさ前向きっていうか、うん、ばあちゃんはさ、うん、もう若い時から弱いよしょっちゅう病院だよそうなんですかうん胃下垂なのなんなのもう内科行って壁にあれされて先生がすぐ胃下垂ってあれして胃下垂ってそんなしてない胃下垂ってはめて胃下垂ってはめてこんな胃下垂ってはめてね、うん、スカートもつけられるくらい42キロくらいだったんじゃないよあそうなんだ体はじゃあ基本は弱いんだいやもうずっと病院通いはしていただけどすぐ病院行って、うん、こんなこんなだからさ長生きの秘訣はすぐ病院に行くこと。ん？長生きの秘訣はすぐ病院に行くこと。だから長生きの秘訣ってやったものじゃないよ。普通のもう生活の中でこうなってる。若い時から長生きの秘訣なんて今まで考えたことない。うん、でも結果が。病院が始まったら行きまくるみたいな感じで治してきた、うん、でもじゃあもう孫とか生まれてから長生きを考えるようになるさ、うん、考えてない長いって考えてないその日その日の体をねどうあれするかなぐらい、うん、今日のことだけを考えてるあの、うん、その日そのだから長生き長生きでだからでもなんか丁寧そう生き方が確かにお家も綺麗だし年とともにね、うん、70ぐらいまではそうなこうそういうことは考えないはずだけど次第に年いってきたら自分でこうあっち行くにはちゃんとやって子供たちにやってあげないといけないなと思ってばあちゃんの場合はよお父さんが亡くなる前からちゃんと2人の服はね着物はねちゃんと準備してあるわけ全部一揃い私ののももうちゃんと準備してあるよ着物って何の着物？迷惑かけないように死ぬ時のそうして下からは何つける私はまた瓶型ばっかりは嫌いであるわけ、うん、だから上からは瓶型つけてってこうして買い下から上まで買って置いてあるへえそうなんだで主人も亡くなったからこっちは次男坊が見るちゃんとあっちはまた土地少しあるのを分けてさもう自分が入院する前、うん、じいちゃんが亡くなお父さんが亡くなってすぐ財産はもうみんな子供たちにして、うん、私は何もないうーんしたらもう安心であるわけ、うん、その他また何はどこ何はどこってみんな、うん、太に言うて
したらもう安心感があるわけよ、うん、こう年いってしまえばよ、うんうん、長生きするっていうことは私はあんまり考えない、うん、あっち行くとき子供たちに迷惑かけないかな、うん、だから どれはどこにあるよ、どれはどこにあるよって、うん、後でぐわ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 心配しないように、うん、でもちゃんとしてるね。なんか相続問題って結構あるじゃん沖縄、うん、だからとっても安心であるわけ。はいはい、子供たちもあれだね、迷惑かけないで恵まれてるね、うんうん、してあとは年金でこあのできなくなったら子供たちに迷惑かけないでできるかなって、うんうん、今はそれを考えて長生き長生きいつ何時行くか分からないし、うん、だからこれはもうどこでぶっ倒れても非常用ね、非常用でも持っといて持っといて、もうちゃんとこういう年いったらねこういうことをしっかりしておけばねいいんじゃないかなと、うん、自分は私は私でそう思うわけ、うんうん、もうみんなはあれうちのいいとこよ、そういう、まあ、以前はねこういう話した、え、あんたこんな話しないでよ、もうでも長生きするからってもうびっくりするくらいない、え、あんたはね年はいってるのにねもうこれから先あんた何つけていくね、これから先しないと、あれから考えたのかね、もう今は柔らかくなってさ、うん、そういうことをね徐々にやってるみたいな、そうやるようになった方が柔らかくっていうか安心するようになったってこと、友達も私はそう、うんうん、そうであるわけよ、もう財産もみんなあれしてあっちの少し土地があるのもあの長男と、本当は長男がやるべきだけど、だ長男は奥さんがあれさ、だから太が恵みがようやってくれるわ、仏で太子がやるようになって、もう仏壇もじゃあ引き継ぎ済み、引き継ぎちゃんとやってる、すごい見習いますだからですね、おばあなったら、え、じゃあ毎なんか毎日やってることとかもある、毎日やってるとこ、朝起きたら何するとかさ、うん、何飲むとかさ、これはもう一家みたいなのある、これはいつもの通りもう食事もう何飲むはない、ない、コーヒーとサラダとフルーツとこれだけ決まってるやつもうこれ外人みたいだね寝るのは精一杯、もう10時過ぎから11時までいっぱい、うん、寝る場合もある、いっぱい寝れる、体力ある、また歩けもう少しはしないとね、うん、があれし、まあ、朝起きたらこっち朝の運動、はいはい、曲げたらこんなして後ろこっちつくよ、こうして、すごいすごい元気だね、お尻につけるよ、はいはい、また入院してる時、与那さんこれだけはやっておきよってこういう風なあれし言われたんだ、これはもう毎朝やってる、であんまり甘いのがあれだから酢みたいな、酸っぱいのが好きなの、伊藤園の酢、クローズとか、うん、酢飲むあるよ、酢に飲まして黒ニンニク作ってね、すごいね、にんにく何もないとか、それは長生きの秘訣ですね伊藤よりあれ900ミリでね、うん、200円しないよ、安いね、見る、後で見ようね、後で見してくださいね、ああ今はダメかでも分かった、伝わった、意識はあんま考えてないけど毎日やってることはあるんだはずよ、だから、うん、ご飯とかさ、酢とか、ああ別に長生きとか関係ないけど、うん、毎日やってるんだはずことがあるさ、うんうん、まあ座っておってばっかりはいけないから、一番好きなのは花、
あ、綺麗にしてましたね、お庭もね。だから座って疲れたらまた庭に出て挿し木して、あ、実って芽が出てるかね、根付いたかねってね。周囲はこんないっぱい草取り大変でしょ、うん、だから草が生えないようにもうあの花もこの花も全部植えて、もうこの花でいっぱい木でいっぱい草が見えないようにはい、はい、もうこの雨でいっぱい根付いてるよ。すごいですね。黒キシニアっていう花はもうあれさ、球根だからね、葉差しもできるし、球根だから毎年咲いてくれる。ここに咲いてるはず。めちゃくちゃヘルシーな生活です、ね、結構庭やったら大変疲れるんじゃん、ね、庭大きいもんね、うん、裏から、まあ、下ばっかりしてあっちはもう木植えて周囲は触らんようにしているわけです、うん、して息子なんかが1年に1回ぐらいこう借りてやってるわけ、うん、私は一番楽しみは花。ね、うん、趣味もあるみたい。やっぱ花さしき好きったらほら、服も毎日おしゃれにしてるのは花が好きなのと似てるかもね。メイクもしてパーマもかけてからおしゃれですね。服はね、うん、ばあちゃんはねあっち、うん、安いところ行ってさ、もう一周してこの中には一つは必ずあるからさ、いいの安いの、もうこっちではあれよ、何でも買おうってなったら500円、この前は700円の買ってきた。そうなんだ。今は若い子でもね安いの買うよ、うんうんうん、安いところ増えたよね、うんうん、安いの選んで買う。昔は何メーカー品、うん、メーカー品つけるのが威張りよったさ、うん、今はもう何でも、ばあちゃんなんかはもう若い、全部何十年ってつけたのもあるよ、だけどもばあちゃんなんてもつけられるから得しているわけさ、うん、はいはい、いっぱいある。そうなんですね。ズボンなんかもあれ20枚ぐらいあるからね。また古いの、古いのって自分がつけても誰か来たらあんたどこにねって言うわけさ。でつけないと年はいってるしみんな捨てるでしょだから何十年も、本当に30年あまりつけてるのいっぱいあるよ。すごいね。うん、置いとったらもうつけられる。いや今若い人がここが裾が大きいの、幅が大きいの、うん、あれあるからこう一回りしている。うん、昔のデザイン流行りがまた戻ってきたんだ。戻ってきて、30年じゃあ、もう若い時から服好きなんだ。流行りの、うん、流行りはあんまり好きじゃない、うん、とにかく色を揃えることが好き。あ、うん、安いの買ってきて色、上と下と。だから今でもどこか行く時はもうこれ仕事してる、これとつけたらいいかなってこういう感じ。今はもう身だしなみは気をつけています本当に。あんたから言われてわかるけどね、もうこの年になったら身だしなみもう鼻だらだらでこんなものして歩かんように。身だしなみ綺麗にしておくってことが大事なと、うん、もう今気にしているっていうのはどこに出る時もお化粧はするし、うん、こういうの身だしなみさ年いったら、うん、これが一番だずよ年いったら、うんうん、元気に見えるしね、うんうん、あんた方でも綺麗にしたら相当美人になるよ。綺麗にしてるさ化粧してるよ一応もう化粧してるよちゃんと見えてない綺麗に。もうとにかくね年いったらあれだからね、思いっきりやりなさい。うん、私はもう子育てしながらね先輩の
姉さんにね、この人も色も白くてとっても綺麗かったわけよ、うん、独身で、うん、やすちゃん足にクリームぐらいはつけなさいって言われたことある。うーん、それぐらいもう雑、変わったんだ、もう忙しくて、うん、はいはい、で今になってこうなってるわけよ。もう余裕が、あの自分のことに余裕が出てきた、うんうんうん、それで今は一人でもあるし、うん、またナンパされるんじゃんいろんな人に話しかけられる、うん、じゃあ身だしなみを整えるように頑張ります。まあ若いうちにね、若いうちにしかおしゃれもできないし、うん、身だしなみは別としてさ、若いうちにもやることいっぱい、安くてもできるんだね、うん、化粧品でもう韓国からも入って、あれは1000円ぐらいで買えるよ、うん、ばあちゃんはもう安さをばあちゃんはみんな1000円ぐらいあれして、高いのあんまり買わんよ、うんうん、メーカー品はあんまり揃えて買ったことない、うん、宣伝して、あの通販もね、あんまり可愛い、だから綺麗に綺麗に、あんた方しない、綺麗けどさ、もっと綺麗にしなさい。頑張ります。はい、頑張りますおしゃれして、うん、じゃあ今日はいろんな話を聞かせてくれてありがとうございます。ありがとうございます。これも入ってるわけ、ずっと撮ってたよ、ずっと撮ってるよ、秋さみよミミズ飲んだ話も入ってるから大丈夫、あやさんもでも普段聞けないから今は、うんね、今の若い人たちは、うん、じゃあとりあえず私たちはちゃんと身だしなみを整えてから毎日化粧して生きていきます。うん、綺麗にして。綺麗にして。じゃあ今日はありがとうございます。ありがとうございました。本当にどうもありがとうございました。うん、いろんな話いっぱいあるけどね、悪い。ね、もう一日かかるさ、全部聞いたらね、いっぱいあるだろうから。うんうん、また聞かせてくださいね。こういう話と思わなかったよ。ちょっともうこういうすぐあのやんばるまで行って帰ってきて終わりと思った。終わりでもいいけど、話してくれるんだったら撮るさ、ちゃんと、うん、いっぱい聞けてよかったです。何でもいいんだよ内容は、うん、もう脳なしの話聞いて何回言うば脳なし若い人とばっかりいるから、こういう年上の人とお話できる機会はすごくありがたいです。あ、うん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。いたらの話うん、楽しかった、楽しかったです。 That's all for today. Bye. Bye bye.あっちもバイバイ映ってるの？映ってるよ、うん、もう世界中の皆さんにありがとうございました